下がっていなさい、ユウナ殿。はい。We'll be right back.
どうなってんだよ。おい、なあ、どうなってんだよ。無駄です。今のあなたには無理です。でも何かしたい。ユーナ殿、なんでシンを追いかけたのか自分でもよくわからない。頭の中ぐちゃぐちゃで、気がついたらあいつを追いかけてた。シンへの怒りとか、帰りたいとか、ザナルカンノのこととか、親父のこととか。なんだ？ジェクトは練習嫌いだからもうすぐ引退なんだってさ。勝手に言わせとけ。俺は特別なんだ。ジェクトは叫びたいだからもうダメだってさ。酒ぐらいいつでもやめられるさ。じゃあ今やめなよ。なんだ？やめられるんでしょ。へっ、明日にでもな。どうして今日じゃないのさ。明日できることは明日やればいいんだよ。どうして泣くかね。情けねえ。親父を感じたような気がした。まさか真の毒気ってこれかなんてさ。何人死んだんだろう。人が死ぬたびにユーナは踊る。あの悲しい踊り。ユーナはあと何回、シンがいる限りユーナは踊り続けるのか。そんなことを考えていたと思う。帰れなかったな。あ、たくさんの物語が終わったが、お前の物語は続くようだ。え、
俺は家に帰れなかった。また真に近づいたんでしょ、ドッケ。大丈夫なの？素早い退散だな。満足か？どういう意味だ？教えに反した兵士たちは死に、従順な僧兵だけが残った。昔と同じというわけにはいかんな。顔色が優れませんね。しかし、ユーナ殿、このような時こそ気丈に振る舞わねばなりません。普通の人間ならば、時には悲しみに浸るのも良いでしょう。けれども、あなたは召喚師、人々の希望そのものなのです。真を倒すまで弱音は許されません。よく心得ておくことです。はい、努力します。不安ですか？ならば私が支えとなりましょう。ユーナレスカを支えたゼイオンのように。続きはいずれお目にかかるときに。それでは。教えに背いちゃいけねえよな。あと少し休んだら出発するよ。真はジェクトだ。実はさ、そうかもしれないってさっき思った。言っとくけど信じたわけじゃない。真はジェクト。奴はお前に会いに来た。俺に会うためにたくさん人を殺したってのか？それが真だ。自分の姿をお前に見せに来たのだろう。なぜだかわかるか？全然知るかって。お前に殺されるためだ。死んでいる限りジェクトは襲い殺し続ける。それをお前に止めてほしがっている。ふざけんじゃねえよ。なんであんたにそんなことがわかるんだよ。話の途中だろ。逃げるなよ。お前もな。張り切ってんな。辛い時ほど努力して明るく振る舞う。え？今も同じだ。無理をしている。ほっといていいのかよ。ガードが心配するとユーナはもっと無理をする。お前も気をつけろ。心配するより笑顔。
決まりも練習している。ちょっとやってみ。